最有限胸の差し絵より、文字通りの豚の姿が原作のイメージイノハッカイは、中国の四大奇承小説、最優記に登場する主要登場キャラクターの一人で、ある、あやかしせ台湾などでは、ョカシンという神として崇拝されている。中国語では、家イ,イノシシは豚、野ョがイノシシを意味し、単に、ョといえば、通常は豚のことを指す。 現代の最勇気と見られる逸話を持つ朝鮮の牧中次元界では、ちょっと禁じした発音の種を苗字としていたが、秋夜に皇帝の姓が種であったため、引きにより元の意の通り、超持ち位、諸八海となった。もともとは天海で天の川を管理し水軍を指揮する天余門義元水だった。最勇気よりも古い最勇雑撃などの設定では、マリシテンの廃下、 お車将軍であったともされる。女癖の悪さで知られ、万頭界の檻に寄った勢いで、上下に強引に言い寄ったため、ついでに千回撃たれる刑罰を受け、さらに天界を追われて地上に落とされた。地上では真っ当に生きようと人間に生まれ変わるはずが、誤って、メス豚の体内に入り、黒豚の妖怪となってしまった。メス豚の腹を噛み破って生まれ、群れの他の豚も打ち殺して、 福良山で、一喰い妖怪となる。その後、武芸をたしなむことを見染められ、福良山、雲山道の女妖怪であったウニネーに、婿として迎えられるが、一年余りで妻とは死別し、彼女の財産を使い果たすと、また人を喰らうようになった。ある日、天竺に経典を取りに行く人物を探していた、観音菩薩と恵みんに出会い、菩薩と知らずに最初は襲撃するが、知って、 慈悲を乞う。菩薩は、胃の悟る能という名を与えて、地教者の弟子となるように悟した。それで改心して、人食いを止め、自らの意志で時を守って五君三位やお立つ決心をして、精進料理だけの食生活をして待っていた。しかし待ちくたびれて、人里に降りていき、胃の強した手紙と名乗って、カラス各倉国功労僧の昇華に強引に向こう入りし、 皇太高の末娘の香水蘭をめとる。ただし娘に危害は加えておらず、大変な大飯くらいだが、酒屋君は食さずに精進を貫き、家業にも励んで財産を成していたという。ところが、化け物を婿に取ったというのでは世間への体裁が悪いという、皇太高が現状参蔵に頼んで、孫悟空に退治させることになった。悟空と戦うが、相手が、 観音菩薩の予告した主教者の一行だと知ると、降参し、ねぐらの雲山道を焼き払って、三蔵に弟子入りした。三蔵は、ご君さん、いやを食べないでいたことに感心し、念願が叶ったので物意味をもうお止めふ通つに、食べたいという意の悟るのを押しとどめて、著八戒という別名を与え、以後も今しめは守り続けるように悟した。彼はこれを危機として受け入れる。以後、 孫悟空、佐護城らと共に天軸まで経典を求めて旅をする。原作においては、敬虔な仏教とない思想として描かれ、煩悩と戦いながらも、飲酒、生草食、女盆を犯すことはなく、僧としての義務である八再会も守っていた。三蔵一行の中でコミカルな役回りが多く、明るく単純な性格に描写され、悟空によくからかわれる。豚そのものの醜い姿で、 頭髪はない。災域より帰還の後、未来より、清志団死者となることを、釈迦如来より約束される。三蔵法師は仙断苦毒物、孫悟空は当選衝突、佐五城はミラ来ンであり、自分が死者であることに、諸白戒は不平を漏らすが、釈迦如来曰く、法事の祭壇を清める役ということで、諸白戒の退職に配慮してのことであった。 日本で初めて著破オを歌であると正しく訳したのは、新聞記者随筆家の湯立小学である。東京日日新聞に連載され、1931年に改造者から刊行された湯立役、最遊記の中で使われた。それ以前の通俗最遊記などにおいては、イノシシであると訳されていた。ただしその通俗最遊記の差し絵は、 中国の書物を真似て、毛のない豚の姿で描かれているので、違いはすでに認識されていた可能性はある。前述のように原作や中国では豚そのものの醜い姿で、八海のイメージは豚のイメージと被る。しかも時代が減るに従って、エビスのように滑覆の良い腹の出た姿になり、心臓となっていった。日本で人間化された姿で描写されることがあるのとは、 かなりイメージが異なる。また作中での役回りは同契約であり、ハッカーが失敗したり、愚かだったりするのは物語の構成上必要なものである。日本ではネガティブに見られることもある上記の性質であるが、その自由奔放で人間臭い性格から、中国では孫悟空以上の人気を誇り、短期によく下ろされる新鮮でもある。また、中国では、 諸八ニン人ンカを食べるなど、諸八戒を題材とすることわざも生まれた。天妖も義犬水彩勇気を元本とする物語では、悟空一人で格闘、殺人を担当し、残りの三人はコメディーリリーフとなる話も多いが原作では八戒も何人かの敵妖怪と対峙し打ち取っている。以下はその妖怪たちである。ありがとうございます。